業家になりました。子供の頃にアルバイトをしている時から経営というものに興味を持っていましたが、こうして自分が経営者になれるなんて夢のようです。プリンセスになるという夢は叶いませんでしたが、これからは実業家として自分の夢を追求したいと思います。え？どんな夢かって？私はね、世界一の実業家になって、たくさんの人たちを幸せにしたいの。私は働く人たちの気持ち